国道245号終点茨城県日立市、国道245号入り口交差点国道245号は、茨城県水戸市から、日立市に至る一般国道である。日立駅付近茨城県日立市幸町水戸市を起点に太平洋岸沿いに北上して、日立中市、東海村を経て、日立市に至る茨城県県北地域林海部の幹線道路で、 比較的距離が短い一般国道の路線の一つ。JR 水戸駅北口から国道51号と重複するため、同市の塩崎交差点で国道51号から分岐して実延長区間となる。水戸市と日立中市の間を流れる中川を港大橋で渡過する。周辺には中核国際港湾、重要港湾である。 茨城港や日立製作所をはじめとする工場が集中している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。東海村の原子力施設周辺や、開発が進む日立中港や、国営日立海浜公園が近接する日立中市で、たびたび交通渋滞が発生していることから、交通渋滞解消と、 災害関連の緊急避難道路確保を目的に平成4年度から北千中市東海村区間で道路幅員13メートルの4車線化工事が進めてられている。国道245号中港各福は国道245号の安全で円滑な交通の確保を目的とした三戸市小泉町地内から北千中支部田野地内までの延長を4.8 キロメートル、道路幅25メートル、車道部13メートルの現在建設中の原動拡幅事業。これまでに、港大橋が暫定に車線にて供用中のほか、水戸市、小泉町地内と日立中市、赤土部電圧地内を合わせた約0.98キロメートル区間を4車線で供用中。日立市内にある日立製作所で製造された大型の発電機などを、 日立港まで陸上輸送する際に障害にならないよう、紹介式稼働橋になっている歩道橋がある。日立製作所より、茨城港日立港区に送られる巨大物を大型トレーラーに乗せて、夜間輸送が行われる際、245号の一部が通行止めとなる。沿道にある歩道橋は、トレーラーの高さまで桁を上げることができる。また、こうした、 巨大重量貨物の輸送に耐えるため、以前は当該区間はコンクリートの路面となっていたが、雨天時の安全確保等の目的から、現在では主にコンクリート路盤の上にアスファルト舗装を施した路面となっている、橋梁道の駅。ありがとうございます。